一人暮らしによる一人暮らしのための料理動画。自分でご飯。Presented by Afterbeat Kiddo Channel。皆さんこんにちは、滝沢でございます。ジングルの病気な感じから打って変わってテンション低めの滝沢でございます。どうもこんにちは。単純に寒いっすよね、この家、本当に。寒いっす。とりあえず今回またですね、料理動画をアップしてみたいなと思います。3月、4月からですね、社会人になられる方、新生活が待ってらっしゃる学生さんとか、まあ、一人暮らしされる方が多いかと思うんですけども、そういう方に向けてですね、一人暮らしっぽいレシピを上げていこうかなと思います。とりあえずまあ3月までに10本くらいが目標って感じですかね。ぜひですね、一人暮らし、新しくされる方をですね、料理って楽しいので、この動画を参考にして作っていただけたら嬉しいなと思います。楽しいよ。で、そんな第1回目は、豚生姜焼きを作ってみたいと思います。豚生姜焼き、イエス。ちょっと難しく感じるかもしれないんですけれども、すごい簡単です。大丈夫です。1回、2回、3回作れば、吉野家さんよりも美味しい生姜焼きが作れてしまうかも。ということで、のがきわいから始めましょう。よい、スタート。まず材料の確認ですね。詳しい分量とかは概要のところ、もしくは最後のまとめで解説させていただきます。とりあえず、まあ、具は豚肉と玉ねぎのみ、それだけです。で、お酒とみりんと醤油、あと、生姜、チューブのやつで大丈夫です。あと、お砂糖とかですかね。で、あった方がいいなっていうのは、この粉末の昆布だし。これがあった方がいいなっていう感じですけども、まあ、なくても全然大丈夫です。美味しく作れます。もうこんな感じで基本的な調味料しか使わないです。で、ざっくり工程を説明させていただきますと、まず豚肉を切って下ごしらえして、玉ねぎ切って、でもそれらをダーッと炒めて味付けするだけです。そうやって端的に言うとすごい簡単そうな感じがしませんか。で、まあ、実際それだけですごい簡単で暇なので、合わせて同時進行でお味噌汁作ったりとか、あと付け合わせの千切りを用意したりとかしていきたいと思います。とりあえずはお肉ですね。お肉を一口大に切っていきます。大きさは正直好みです。何でもいいです。細かい方が好きならば細かくてもいいと思いますし、でっかい方が好きならばでっかくてもいいと思いますし、まあ、自分が好きな大きさに切ってあげてください。こんな感じで。まあ、横に広げてあげて、で、並べて、で、そこから包丁をズダンズダンといってあげれば、もう OK って感じですね。お肉は何でも大丈夫です。ロースでも、バラでも、細切れでも。で、この時、包丁を研いだばっかりなんで、やったー、すごいよく切れるぜ、なんて思ってました。すごいよく切れるんですよ。いいですね。やっぱ研いだ後って。で、これをボウルに入れて、お酒と醤油、お酒と生姜ですね。お酒と生姜を揉み込んでいきます。お酒を大さじ1くらい。バババババババ。で、チューブの生姜。100円ショップのやつでも大丈夫です。もうスーパーとかで200円しないぐらい売ってますし、ぜひ用意してください。これを2センチ、3センチくらい。ペペッ。入れて、揉み込んでいきます。ちょっとボウルの中がお酒でジャバジャバになっちゃったなって思うかもしれないんですけども、大丈夫です。意外とお肉ってすごい水分を吸うので、こんな感じでボウルでこうかくかんしているとですね、意外と汁気がなくなってきます。で、その汁気がなくなってくれば、下ごしらえ、OK。俗に言う下ごしらえってやつですね。なんでこれをやるかっていうと、風味付けと、あと臭み抜きのためです。ちょっとめんどくさいんですけれども、そのまま焼くよりもちょっとおいしくなるので、ぜひこの工程、無視せずに実行していただければなと。正直ね、このお肉をね、ずっとこうやって揉み込んだりとかして触ってると手がベタベタになるから、あんまり触りたくないのもわかるんですけどね。うん、寒いってなってますね。この冬の水はきついっすよね。本当もう寒い。信じられない。なんかもう指の先っぽから芯から冷えるみたいな感じで困ってしまいますね。まあ、それはよして、とりあえずお肉はこれで終わりです。で、玉ねぎ。玉ねぎって球根なんで、こう根っこが生えて育ってらっしゃるんですよ。で、その根っこをぶった切って出荷されてるんですね。で、その根っこじゃない、上っちょのところをまず、クーッと切っていきます。
こんな感じです。で、そしたら、これを切ったら返して、真っ二つにする。そして、その皮をですね、剥いてあげるわけですね。一番外側が茶色い皮になってますので、これはちょっと繊維張ってて食べれない。美味しくない。ということで、剥いていきます。もう、ちょっとこう、ね、くる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 ってやっていけば、ちょるっと剥けるんで、全然難しくはないですね。で、たまに、この玉ねぎの部分的に茶色いっていう時があったりとかするんですよ。そういった時はそこだけ剥いていってあげましょう。全部剥いたりするとちょっともったいないんで、部分的に剥いていってあげて、茶色いところ、もしくは薄いところがないように仕上げるといいかなと思います。薄いところとかが入っちゃうとね、ちょっと繊維張ってて食べづらいというか、美味しくなくなっちゃうので、部分的に剥いてましたね。で、皮を剥き終わったら、この根っこの部分のところですね、切っていきます。なんていうんですか、上切るじゃないですか。で、ひっくり返してパツンと切る。そしたら、この根っこの部分にですね、玉ねぎってまとまっているので、ここをこう V 字型に切っていきます。玉ねぎ切ったことない方はですね、何のこっちゃって思うかもしれないんですけども、もう断面を見ていただければ一発でわかります。あ、これのこと言ってるんだなと。で、その断面をこの V 字型にパッと切ってあげて、で、これをこう返して、あとは1センチ、2センチくらいに、1センチ、2センチ幅くらいに切ってあげるだけですね。これ別に細かくする必要は全くないです。どっちみち煮込んでしまうので、ふにゃふにゃになって美味しく食べれますし、ちょっと大きい方くらいの方がむしろいいかもしれないですね。1センチ、2センチを目標に、ダダダダッと切ってみてください。で、フライパンを温めて、先ほども言った通り、もうここから玉ねぎと豚肉を炒めて、で、味付けをすればもう完成です。けど、それだけだとちょっと退屈なので、ここから同時進行で付け合わせの千切りを作ったりとか、あとお味噌汁を作ったりとかしていきたいと思います。花粉。付け合わせの千切りって、キャベツを想像される方が多いと思うんですけれども、白菜ってやられたことありますか？白菜の千切り。結構これがいいんですよ。特に料理になるという方はですね、白菜の千切りすごいおすすめですね。なんでかっていうと、キャベツの千切りで結構難しいんですよ。その幅がどうしてもやっぱ厚くなっちゃうんですね。そうするとやっぱり千切り張ってて食べづらい、あんまおいしくないみたいな、ちょっと食べづらいぜってなっちゃうんですよ。けど、白菜の場合だと意外と大きくてもみずみずしくて、しかもかなりサクサク柔らかく食べれてですね、大きくても美味しく食べれるので、料理に慣れてない方は白菜ぜひおすすめしたいですね。とりあえず今回は、僕はキャベツがすごい高かったので、白菜を使うことを決心したんですけども、白菜結構好きです。いい感じです。で、油を引き。これ油引いてもドバ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 って入れてるわけじゃないですよ。油がもうなくて、しばらくポタ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 って垂れるのを待ってるだけです。ドバドバって入れるわけじゃないです。大さじ1とかで大丈夫です。で、油を引いたら玉ねぎを入れて、もうあとはもうひたすら、ちょっとこう様子を見ながら炒めていくだけですね。で、右側でお味噌汁を作りたいので、とりあえずお水を入れて、お湯を沸かすと。まあ、そんなことしながら、お味噌汁の具、白菜とネギを使おうと思ってるんですけども、白菜とネギをお味噌汁用に切って、で、白菜を千切りにして、付け合わせ用に用意すると。っていうのを、まあ、同時進行でやっていきたいなという感じです。ずっとこう玉ねぎね、つきっきりで見てなくても、なんかこうしばらく放置して、たまに返して、しばらく放置して、たまに返してってやってあげれば、別に焦げついたりとかもしないんで、まあ、中火くらいで、常に中火で、コトコトやっていきましょう。で、白菜、この4分の1カットをそのまま使うと、えらい量になってしまうので、だいたい16分の1カットぐらいですかね。を今回は使っております。とりあえず、まあ、その必要な分量を出して、玉ねぎ返しましたね。根っこを切って、で、ちょっと水洗いして、で、そこからトン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 と切っていきます。生で食べるときは葉っぱの方が多分食べやすくて美味しいと思いますので、まず根っこの方はお味噌汁の具に使っちゃいます、今回は。根っこを落とし、で、葉っぱの間にムシムシさんがいらっしゃるときも結構ありますので、気をつけながら洗って、で、お味噌汁用にちょっと細かく切っていきます。
何度も同じこと言うんですけども、ちょっと大きくても大丈夫です。煮込んでれば全然美味しく食べれるので、極端な話、生でもいいですし、で自分ができる限りの細かさでトライしてみましょう。でもちろん料理に慣れてない方は別でやった方がいいですね。僕はちょっと今焼きながらやってますけれども、焼く工程は待ってくれないんで、全部こう用意してからよし焼くぞみたいな、行くぞみたいな感じで玉ねぎを炒め始めた方がいいかなと思います。でも逆に慣れてきたらチャレンジしてみるのも面白いですね。意外と面白いですよ。なんかあれやんなきゃこれやんなきゃあれやんなきゃこれやんなきゃって頭の中ですごいね、こう段取り考えて料理するのも楽しいです。まあ、それは慣れてからの話ですね。で、お肉入れました。お味噌汁の中に白菜の細かいやつを入れて、お肉を投入。で、本当はここからちょっと焼き付けた方がいいんですけれども、めんどくさいんで、このまますぐ味付けをしてしまいます。お肉をほぐしたら、まずお醤油、ダダダダダダッとね、みりん、ちょろちょろちょろっとね、でその次はお酒、でお砂糖、意外と意外に思うかもしれないんですけども、お砂糖ちょっと強めの甘めのおかずってご飯とめっちゃ合うんですよ。なんか料理されない方からするとちょっと意外じゃないですか。お砂糖がご飯と合うなんて。で先ほどあった方がいいよなんて言ってた、昆布だしですね。ちょろちょろちょろっと入れていきます。これ本当になくてもいいです。あった方がちょっとこうコクが出ていいかなって感じです。こういうだしの素とか使うのに抵抗がある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、正直やっぱり一人暮らしの時にね、だし取るのは億劫なので、もう僕はもうあまり気合入れてる時はだし取るんですけども、気合入ってない時は粉末で済ませてしまいます。いいと思います、それで。で、また、お鍋の中がです。フライパンの中が。シャバシャバになっているので、これを煮詰めながら様子を見ていくわけですね。煮詰めていって、味をこうギュッと濃くして、で、なんか水分を飛ばすと。で、その間に、またキャベツじゃないか、白菜の方を千切りにしていくっていうような感じですね。なんか見てて思いませんか？すごい忙しそうに、なんか、てんやわんやしますけれども、生姜焼きの方、基本的に放置プレイですよね。なんか、とりあえず下ごしらえしたら、なんかもう玉ねぎでたまに返しながらほったらかしで、でお肉入れて、味付けして、で、このほったらかしぶりですよ。もう生姜焼きだけだったら、結構暇というか、手持ち無沙汰になっちゃうぐらい、工程は少ないです。で、まあ、白菜、とりあえず千切りに仕上げて、ちょっと大きくても大丈夫ですね。で、白菜に限らず、キャベツとか何でもそうなんですけれども、千切りとか生で食べるとき、あとちぎって食べるときもそうですけども、生野菜はですね、少し水につけた方がみずみずしくて美味しく食べられるので、千切りにしたらしばらく水に浸しましょう。とりあえず長ネギをお味噌汁用に今切っていますね。お好きな量、具沢山が好きな人はたくさん入れたらいいし、逆に具があんま好きじゃない人はちょっとしか入れなくてもいいし、お味噌汁の具っていったのが地域性とか家庭の味みたいなのが出て面白いですよね。豆腐入れたりとか、海苔入れたりとか、納豆入れるっていう人もいるし、あとネギとかね、あと大根とか、じゃがいもとか、人参とか入れるっていう方もいらっしゃいますし、すごい面白いなと思います。とりあえず僕はいつも入れられるものを雑炊のようにとりあえず突っ込むって感じですね。今回は白菜と長ネギだけですけども、お豆腐の時もあるし、あと、海苔とか入れるときもあるし、納豆はやったことないんですけども、その時々の気分に応じていろいろやっている感じです。たまに、またお肉の方を面倒を見ながら進めてください。汁気があまり飛びすぎると単純に焦げるんで、ちょっとこう、汁気がちょっとジャバジャバっと残ってるくらいを監視してください。で、あまりにも汁がなくなってきたらですね、完成の合図です。そのまま火を止めて、他の作業をしましょう。で、とりあえず、僕は今、千切りの面倒を見ていますね。で、先ほども言った通り、まずお水につけると。で、豚肉の面倒を見ながら、って感じでしょうか。もうこれでほぼ完成間近っすよね。
先ほども言いましたけども、砂糖って意外とご飯と合うんですよ。まあ、だからといってそのドバドバ入れるわけじゃないですけども、で小さじ1とかそのくらいなんですが、ちょっとこうね、やっぱ味見をしたときにですね、考えてほしいのは、味が足んないなと思ったら、足すべきものは醤油ですね。で、これは美味しいっちゃ美味しいんだけど、なんかあんまご飯進まなそうって思ったときにですね、ちょっとだけお砂糖を足してみてください。そうするとすごいご飯が進むくんの味になると思います。また、砂糖って言っても、白砂糖とか白砂糖、白砂糖とか三温糖とかグラニュー糖とか、蜂蜜使ったりとかもしますし、その砂糖、甘みをつけるものですね、いろいろ変えるだけでもまた違った風味が出て面白いので、慣れてきたら、蜂蜜とか試してみるのも面白いかもしれませんね。僕はいつもグラニュー糖でやってるんですけれども、白砂糖だと固まるから嫌なんです。グラニュー糖でやってますけれども、三温糖とか、ぜひ試してみてください。で、お味噌汁の方のお湯もだいぶ沸いたので、ここからお味噌を入れていくわけですね。僕はいつも赤味噌と白味噌の合わせでやってるんですけれども、この辺は本当に好みです。本当に好みです。地域によっても違うので、本当に好みです。でもお味噌汁もまたね、すごい簡単なのにいいですよね。本当はまあ出汁とか取った方がいいんでしょうけども、今回はさっきの粉末の昆布出汁をサカサカサカっと入れて、で、ある程度煮立ってきたら、ね、お味噌入れるだけですからね、お味噌入れる分量さえ間違えなければすごく美味しく食べれるので、お味噌汁作るのが上手な男性になっていただければなという感じでしょうか。で、お味噌入れたらあんまり沸かせすぎないことも大事です。あ、味見してます。うん。まあいいんじゃないなんて、こんだけ思ってますね。で、最後に仕上げに、チューブの生姜をですね、また2センチ、3センチほど入れてあげると、生姜のこの香りがですね、ガッとこう、来て、ご飯が進む味になるかなというような感じですね。もうこれで生姜焼き、ほぼ完成。もう基本的に放置でしたよね。うん。で、あとお味噌汁の方ももうできてるんで、あとは装うだけって感じですね。で、ここでお皿どうしようかなって考えてるんですけども、これちっちゃいなって、これちょっとちっちゃいな、これじゃねえなって一人で考えております。お皿、結構大事です。何が大事かっていうと、料理って見た目も結構大事なんですよね。個人的には100円ショップとかでもいいんですけれども、ちょっとホームセンターで200円、300円くらいのお皿を揃えていただけるといいかなと思います。もちろん100円ショップでもいいんですけどね。なんかここあんまり柄とか入ってないシンプルなものをですね、揃えておくといいと思いますね。さっきちょっと出てきたね、こういう楕円形のお皿とかも、ああいうのとかになんか持ってあるとすごい美味しそうに見えたりとかすることもありますし、変に飾り付けがしてないシンプルなお皿を選ぶといいかなと思います。で、100円ショップとかとかなり安っぽい質感があったりとかするんですけども、ホームセンターとかだと結構どっしりしたやつとかも売ってるんで、まあ、高いっつってもね、400円とか500円ぐらいですからね、お皿なんて。で、お味噌汁を入れて、お味噌汁完成。で、生姜焼きも完成で盛りたいところなんですけれども、白菜が意外とまだ水っぽくて、まだちょっと早いななんて、ドギマキしている最中でございます。あと、一人暮らし用におすすめアイテムはお盆ですね。お盆。お盆。うでん。お盆。結構こう、定食的なものにするとですね、この持ち運びが億劫になることがあるので、僕はトングと、このお盆。トング。お盆。を、すごくおすすめしています。焼きそばとかでも、焼きそばの時も同じこと言ってましたね。トングいいっすよ、なんて。ぜひ一人暮らしされる際はですね、トング揃えてみてください。菜箸ももちろんいいんですけれども、トングメタメタ便利です。パスタとかにも使えますし、今回見てない炒め物にも使えますし、なんかちょっとですね、こういじるときにすごい使い勝手がいいのでおすすめです。菜箸も使うときありますけどね、今回の炒め物のときはいいですね。でも今回の分量だとだいたい2人前くらいなので、
1人前くらいはお鍋の中に残しておいてお皿に持っていきましょう。で、マヨネーズは好みです。僕はあまりマヨネーズたくさん食べないんですけども、でもちょっとあると嬉しいので少しだけお皿に持っています。で、誰か友達とかに食べてもらうときはですね、結構見た目に気を配りましょう。白いお皿にこういう醤油系のタレとかの具材を乗せるときに、やっぱどうしてもこの醤油のタレがお皿についてちょっと汚れちゃうんですよね。そういうのをこうキッチンペーパーとか、あ、できたって言ってる。そういうのをキッチンペーパーとか、あとティッシュペーパーとかでキュッとね、こう拭いてきれいに保ってあげるだけでも、だいぶちょっと見た目の美味しそうさが増しますので、ぜひ気をつけていただければなと思います。そんな感じで作り終わりました。これをですね、洗い物が多くなるのが嫌だっていう方はですね、でっかい丼にご飯をよそって、でそこにこう白菜の千切りとか乗せて、で今回の生姜焼きみたいなのをダーッと乗せれば、まあ要は豚丼ですよね。そういうふうにして食べてもいいと思いますし、もしくはこのいろいろと食べ過ぎちゃってすごい生姜焼きがちょっとしか残らなかったなんていう時も、同じようにご飯千切りでそのちょっとの生姜で、なんかその生卵とかドンって乗せれば、もう丼物としても十分活躍しますので、ぜひ、この生姜焼き作れるようになっていただければなと思います。うまくいけば、本当に吉野家さんの生姜焼きよりも全然美味しく作れたりするので、ぜひトライしてみてください。うん、そんな感じでしょうか。喋りっぱなしでしたね。まあ、日常的に喋りっぱなしだから別に大丈夫なんですけども。そんな感じでございます。ぜひ、一人暮らしをされる際は、もしくは一人暮らしをしているなら、チャレンジしてみてください。それでは、次回は餃子です。Yes! さよなら。餃子。